酒井様、こちらへ。お伝えしたいことが。じゃあ今回は小次郎の六本刀やりますか。どうした。あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで、あまたの浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。わしらはこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなりはつる。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎殿なり。その小次郎に狙われておるのだ。気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお打ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも、民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。あ、そうなんだ。これまで何人か倒してきたけど、その小次郎とかやつの手下だったのか。でも相当強いやつもいたぞ。そうなんだ。あ、これ倒した。どこどこにいるの。あ、そこにいるんだ。何人倒したの。結局3人ぐらい倒したよね。これも倒した。ああ、なるほど。今回はそれをやろうかなと思ったんだけど、とりあえずこれ、相当遠いよこれ。どうする。じゃあ別件やりながら やりますか。とりあえずこれか。今井トルデのっていうのをやりますかね。うまくいくかなこれ。お、うまくいった。浪人が相手でもうまくいくことあるんだな。だボタンの押すタイミングとかでこううまくいったりいかなかったりかもしれないですね、もしかすると。はい、今井トルデの敵を一掃しろ。とりあえず倒すだけでいいんかな。状況はどうなってんだろう。あ、高尾折から出す登りバターを取り戻せ。四殿に攻める敵を一人倒せ。敵陣の隊長を倒せ。まあ、とりあえずまあ全員倒すっていうことで OK かなっていう感じですね。とりあえずそこにさ、建物があるから。はい、アルボ。はい。その上とか、その中が砦なのか、もしかして。そこ登っちゃうかと思ったんだけど。チュンハルボ、チュンハルボ、ヤサーベ、さあ敵ウガエンダーザ。
とりあえずここまではうまくいっている。ネギヨンハッシンタ。ヒュージウィッシュウェッジ。ネギヨンハッシンタ。こっち来ないね。あ、来た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 。ネギヨンハッシンタ。登ればた、ここにはないのか。あったらすぐわかるもんね。なんかこのゲルをさ、うまく使うと割と楽なんじゃないかって最近思っている。チューハルゴ、え？おい、ウドククチャハルダ！あっしゃー！おい、ウドククチャハルダ！ハノイ！アレクボチチ！ヘルヤチンゴ！ヘルビッド！トルハチョ！ビヤジミチョ！はかどりますな。まだ結構いるな。あ、行っちゃったな。はかどったね。だいぶはかどった。それ、ハンターか。バイノメテテル。ここまでだいぶうまくいってるな。てかやっぱゲルうまくいくね。あいつらあの辺戦うこと慣れてないんだな、きっとな。だからうまくいくんだ多分。ずいぶん数いるよね。犬邪魔だね。あ、上に登っちゃった。しまった、失敗した。あれ、タイミング合わない。あれ、またタイミング合わない。もういい。なんか槍編苦手かな。
で普通に構え変えればいいんだよな。これ高全部解放した。どうしよう。あ、その矢倉か。どうしよう。どうしよう。急兵ばっか残っちゃったな。よし、しまった。ちょっと待て。潔く死ね。まだ結構いる。さすがにスレカス州がそんだけいると。おい、うどくくちゃはるた。どこだ。俺も来た。室内にいるとちょっと面倒だな。これね、破綻とかいいじゃねえか。見つけて。はい、あと2つ。ここから狙撃できるかどうか試していいか。あ、できるんだね。十分いけますわ。あと旗と全滅させればいいのか。どこだ。
よし、はい、よしよし、そう、なんかうまくいったね。お、噂広まるわ。イカれる大風。さらに上があるのかな、やっぱり。炎上の僕、テスハウに当たった敵は火に包まれ、近くの敵の炎上ダメージを与える。なるほどね。さらに鉄ハウ強くなる。すごいね。ナパーム弾的な感じになるわけだね。今井取りで、取りましたね。ユナのイベントあるけど、まあ、とりあえずそれを無視して。なんかあるぞ。うん。ちょっと待った。キツネの巣はとりあえず置いておいて、うまくいくかな。イエーイ、キッパ、これ気持ちいいね。やめろ。死んでからなんか言うよね、やっぱりこうで、3人いっぺんにやるとさ。しっ、ん、うん、五分の効果上がった。ではここか、夜泣き谷の辻行ってみようか。はいはいはい、来た。上から飛びかかって敵を闇討ちしろ。これだったら楽だね。とりあえずそれ。あれ、そんなに敵多くもないし、あ、全然楽勝だった。しょうもなかったな、これな。あ、そういえば出来心っていう、あったね、あったあった。なんだっけ、なんかお地蔵さん、違うな、石仏、違うな、なんか仏と見つけたんだよな。それちょっとやろっか、忘れてた。なんだこれ、ちょっとその前にそれ別にしとこう。
もう一人いるよね。ああ、もう逃げちゃうわ。逃げちゃう。あ、これ、あれだ。これ、空じゃないけど。え、そこ何があんの？さらにいる。何人？え、一人だけ？二人か。おい、アルボ。おい、アルボ。ジプスゲイベッド。発射要求。ラ。タイミング合わないんだこれ。苦手。まあいいや、とりあえずそれはいいとして。あ、キツネか。とりあえず誘導して。ああ、イベント始まっちゃう。盗まれたものを返しに来た。またこれを拝められようとは。ここの僧が命を捨て守ったもの。そやつはそうではなく、我らが受け入れた百姓です。ある朝、気づいたらこの仏像と私の装束を持っていなくなりました。それは驚いた。盗人なのか。やつも等しく自らの行いの報いを受けたのでしょう。こんなでかかったんだね。え、それ担いでずっと今まで？ジン君。足腰強くなるわけだよ。はい。で、ちょっと待って。キツネが誘導始めるぞ、それ。あ、もしかしてちょっと、どうやったのあれ。これか。破れたアスゲがさ、貧しくつつましい旅とかさ、いや、いらねえけどいらねえけど、これ、え、こんなにボコボコな傘あってさいくらなんだってさ。はい、では岡田の集落行ってみようか。すぐそこだ。うん。ここは特に何も条件が出されていない。あ、捕まっているのか。なければどうなってたことか。道中気をつけよ。今回でも捕虜を救出しろって言われてないけどね。あ、いや、出てた2人か。あともう1人。あと障子越しで倒せ。あとバンペア倒せ。障子越しはうまくいくかどうかさ、だいぶ運だからね。チャンスないんじゃないの。내기좀하신다아ちょっと待て待て。あ、ちょっと待て待て。村人燃えている。あ、
はい。あれ、村人逃げていった。あれはさ、助けたの、それとも失敗したの、どっちなの。あ、特にカウントはされないんだ。でも燃えてたよね。すまんね。はい、失礼しました。障子越しは無理じゃないか。障子越しで倒せないったらそれとしかない。気が疲れた部屋から出ちゃうから。내게못있어지금하루고それは障子越しできる可能性がある。あれ、できなかった。障子越しじゃなくて普通に出した。ティッシュ、あ、上出てきちゃったな。ティッシュ、やっぱ障子越しできないね。できません、できません。逃がしてやる。情け深いお方でよかった。さあ早く逃げよう。結構美人だと思うんだよね。はい、あ、楽勝だったね。障子越しはできなかったけど、まあ。はい、ではアイス制圧した。ではそこに行く前にその水戸の地回ってから行きますか。皆殺しにされました。気の毒に。どこで襲われた。四つ辻です。通る者は捕らえられ、下人にならない弱い者は切り捨てられました。俺が敵を討とう。家族を弔ってやれ。どれどれ、それか。なるほどね。まあいっか、どうする、せっかくだから行っちゃう。固まっているな。
最近なんか槍苦手じゃない？どうやって矢に火つけてたのかこいつら。じゃあ半球に切り替えっと。わっ、ちょっと黙ー。はい、スピード攻略でもないかもしれないけど少し疲れたか。で、なんか近くに、ね、神社があるっぽいんでちょっと見に行っちゃおう。よし、結構やり直したぞ。うん、龍神の古墳。5の先の5位が射出、9内が1つ回復。へえ、そんなのあるんだな。いやー、ようやくたどり着きましたよ。酒井殿、よく来てくださった。なんかこれまでのやつよりも身なりがいい、強いのかな。こいつが4人目だと。さあやるか。なんだそれは。あ、一回で出た。ちょっとコツ分かったかもしれんな。また死にゲーかなーと思ったけど、そうでもなかった。やったね。金がどうこう言ってたね